ゲリラ雷雨情報をお伝えします。まずは岐阜県多治見に設置されておりますライブカメラからご覧ください。現在はこのように雲も少なく気持ちのいい青空が広がっています。洗濯物の外干しもよく乾きそうですね。ただこの後は天気の急変に注意が必要です。マップで確認していきましょう。こちらが雷雨発生確率となっております。より色が赤色のエリアほど雷を伴い雨が降る恐れがありそうです。詳しく見ていくと福島から長野そして岐阜県のあたりは特に赤色の高いということになっております。その他でも西日本の山沿いや東日本北日本の山沿いで可能性がありますので空の変化に注意をしてお過ごしください。ゲリラ雷雨情報をお伝えしました。